皆さんこんにちは、ファミツアップ編集部の岩田ジュビローです。そしてファミツアップコレクターのタイガー桜井です。からのチョモスです。よろしくお願いします。さあ、はい、本日の動画はですね、はい、シャドーバースお届けしていきたいと思います。はい、私が、A1 ランクの岩田ジュビローです。そしてタイガー桜井です。マスターってちゃんと言いなさい。マスタークラスです。一応マスターランクのタイガー桜井です、はい、そしてマスタークラスのチョモスです。よろしくお願いします。いや、こうやってやればよかったね、はい、あ、なるほどですね。はい、はい、というわけで今日はですね、はい、9月30日に、はい、追加される、新カードパックダークネスエボルブについて、このマスターランクのお二人に集まっていただき、まあいろいろとね、考察やら、うん、まあどんなデッキが流行るやら新カードについて、語っていただきたいと思います。はい、その新カードについて語る上で欠かせないのがこちらですね。でん、はい、ファミツアップナンバー30、アンドロイド、こちら9月23日発売のこちらのファミツアップが出している雑誌においてですね、このダークネスエボルブの新カードが全能力を公開しております。はい、こちらを見ながら今日は、お二人に、解説というか語っていただきたいと思います。妄想します。妄想ですね。妄想しながら、はい、それでは、はい、早速じゃあ見ていきましょうか。はい、まずね、まあ開くと、まずまあいろいろカードのね、データやらなんやら、うん、扉やらあるんですけど、まずはニュートラル、こちら11枚、追加される予定でして、まあ今ねすでにサイトとかでこあの公開されているものもあるんですけども、まあ、改めて見ていくと、まあじゃあまず桜井君、はい、まあ一番気になるカード、うん、ニュートラルでね。でもやっぱユニコじゃないですか。ユニココスト2、フォロワー、ファイターに能力がついてる。そう、あ、ファイターに能力がついてるという考え方で、うん、ファイターとかだって、はい、あのままでもね、ね、強かったんですけど、で、まあ、これによってなんかあの、うん、例えばなんだろうな、例えばまあ高校2ターン目にこいつ出したとして、はい、先行2ターン目のなんか例えばロイヤルとかね、あの、うん、アグロネクロとかが、はい、こいつ倒さなきゃいけなくなるんですよ。あー、絶対に処理しないと、そうなんか結局、うん、プラマイゼロになっちゃうんで、うん、だからなんかちょっとアグロ相手が楽になるんじゃないかなっていうふうには。ほうほうほう。でまあ、後半もなんか生き残ってれば活躍するんで、おお、使いやすいんじゃないかなって、うん、あんまり正直効果自体はそこまで発動はしないと思うんですよ。例えば先行2ターン目とか出しても、うん、ライフ20じゃないですか、自分のライフ。そうそうそう、なんで言うほどじゃあ回復するかって言ったらしないんですけど、まあ、それでもファイターより強いっていうだけで十分強いんで、はい、おお、ファイターの代わりにもうこれ入れちゃうよっていう話ですね。まあそうですね、正直ファイターの見た目が相当好きとかじゃなければこっち入れた方がいいですね、はい、もう女の子がこっちの方が絶対いいですよね、はい、続いてじゃあチョモスさんは、そうです、ハンプティダンプティとかですかね。おお、こちらね、我々があの、はい、東京ゲームショウで公開したカードになりますけども、まあ、なんか起きそうじゃないですか。おお、まあ、なんか起きそう、まあ、例えばですけど今4ターン目に進化するのが弱いウィッチとか、まあ、マーリンがいるんですけど、うん、それってあの、うん、あんま盤面を巻き返す能力ではないじゃないですか。はいはいはい、はい、そういうクラスが例えばこれを入れて4ターン目に盤面を巻き返せるようになる、うんうんうん、こいつも死んじゃうからあんまり有利にはなってないんですけど、お掃除できますもんね、まあ、その場しのぎはできるんで、うんうんうん、まあ、あるとすればそうですね、こういうカードかなと。ほう、そうなんだ。でも、まあ、でも確かにウィッチは盤面にフォロワーが出てないことが多いんで使いやすいですよね、はい、そうですね、結構その警戒しなきゃいけなくはなるんじゃないかなとは思います。だからね、これ置いとくだけで相手並べづらいですもんね、この辺なんもないところにポンって置いとくだけで倒すか並べられないですもん、ね、倒さなかったらもう次のターン、はい、バカすんぞ、もうそうですね、自分のターンの先行になるんで、実質的な、またあれですね、お二人ともコスト低いコスト帯選びましたね。あの、言ってしまうと7コスト以上のカードは正直僕あんまり見てない。あれですよね、あの今の環境的に7とかは遅いすぎるってことですね。冥府への道より強いカードじゃないと、はい、7コスト以上のカードはまあ正直
もうみたいな興味ふんみたいな感じになっちゃって、まあ、7、8、9になると冥府とか超越が間に合っちゃうんで、うん、うん、もうフィニッシュ段階になっちゃうと、はい、っていうところがあるのかなって。だから序盤になんか効果が発動できるカードの方が、うん、まあ、まあ、そういう新カードとして、はい、今のデッキに入れやすい期待入ることがある、はい、可能性があると。じゃあ一応ね、僕が注目してたこのダークエンジェルオリビエ、はい、これも一番注目されたレジェンドカードのコスト9、うん、攻撃力体力44なんですけども、カードの効果がファンファーレで自分の EP を3ポイントにする、うん、はい、これね、まあ、進化ポイントを3ポイント回復するみたいなものなんですけど、これね、もう僕ドラゴン使いなんで、うん、これもう絶対 ドラゴンに刺さるでしょ。ドラゴンだったらだいぶ強いと思いますね。でも、うん、これ絶対使えるでしょ。バンバン進化してさ、うん、PP9 になった時に入れてさ、使えるよね。どうですか、うん、ドラゴンだったら使えますよね。ドラゴンだったらそうですね、うん、エチカとかあの進化使って PP 増やすとかもあるんで、あー、あの辺さらに PP 加速ができる、めちゃめちゃ相性いいですよね。あの辺 PP 使っちゃうのが弱いからあんま入ってなかったんですけど、うんうんうん、そうかそうか、はい、これ入れると入れるようになるんで、あ、まあ、そうだ、強いですよ。これが強い。こいつ出た時こいつも進化できますからね。そうだよね、うん、そうだよね。強いのかもしれない。他にじゃあマスターマスター様方、あとこのやっぱオーディンはあれじゃないですか、そのなんか、はい、ちょっと後からのこの四天使とか、はい、後から登場する、そう、このロイヤルのレオニダスとかがもし流行るんだったらみんな入れるようになるかもねっていう感じですね。ほー、4-3と、うん、スタッツはね、スタッツがちょっとね、低めなんですけど、まあ消滅ができると。やっぱニュートラルの消滅ってだけで価値はありそうだなっていう、ね、今までデュエリストモルディが出てくるだけでお手上げみたいな人たちが、うん、ね、結構いたので、うんうん、うん、それに対抗できると、そこにこれを勝てると。でもまあ1枚か2枚ですよね、入れて、まああんまりいっぱいは入れたくないですね、うん、4-3 ですからね。そうですね。あとこの、そうだ、すげえ長くなっちゃうな、ニュートラルだけで。これ死の舞踏って完全にエクスキューションの上ですよ、ね、あ、でも雨を壊せないですね。はい、そうか、はい、はい、アミュレット、死の舞踏コスト5で相手のフォロワー1体を破壊する、相手のリーダーに2ダメージっていうね、うんうん、スペルがあるんですけど、今回のアミュレットはできないのか。そう、エボルブで強いアミュレット増えたんで、ちょっとこれもよく分かんないですね。あ、はい、完全に入れ替えになるとは限らない、なって感じですね。なるほどね、了解しました。じゃあ続いていきましょう、はい、続いてはやっぱりね、はい、じゃあチョモスさんにいっぱい語っていただきましょう、うんうん、エルフ、これなんて読むんですかね、これなんかどれ、なんとかなんか輝き、 羽にし、なんかしちょっと読み方が分かんないですけど、すごいですよね、これですよ、はい、これです。コスト2スペル、はい、ダークエボルはこれです、これ、はい、カードを1枚引く、このターン中にこのカードを含めずカードを2枚以上プレイしていたなら1枚ではなく2枚引く、うん、なるほど、2枚のローができるってことですね。収穫祭なんていらなかったんやってことですかね。あ、収穫祭よりはどっちかというとワンダーエルフメイジと比べてどうこうっていう話だと思うんですけど、今結構そのワンダーエルフメイジをでドローするカードあるじゃないですか。 2枚プレイしてたらワンドローする、2、1のフォロワーがいるんですけど、あれ出すとフェアリーフェアリーワンダーエルフメイジって出すと手札が減っちゃうんですよ、2枚。ああ、結局そのドローするたびに、はい、ためになんか手札を減らすみたいな状況になっちゃってあんまり美味しくなかったんですけど、なるほどなるほど、こっちはその引くために消費する枚数が少ないので2枚引けるんで、うんうんうん、バニフォロワー出ないですけど手札は1枚多い状態になるんで、運命との相性はこっちの方がいいんですよね。うーん、なんでまあこれでしょという。なるほど、これはまあ3枚入りますということですかね。3枚入れるんじゃないですかね、うん、入れると思います。じゃあ桜井くん続いて、森神強いですよね。森神太鼓の森神、そのベンフェルフとかに入んないかもしれないですけど、はい、こいつなんかもし手札9枚ある時に出したら6コスで99出てくるわけですよ。うんうん、でかくないですか、普通に。普通にってことないですか。ただ手札9枚ある時って多分押されてるんですよね、はい、僕のイメージ。手札を使ってないってことなんで、そっかそっかそっか、結構その6ターン目までに押されてる状況で99出しても、なんか全部
こう顔面にいかれてどうにもなれないんじゃないかとちょっと僕は思ってしまって、そんなかなと思ったんですけど、あとなんか気流兵とかでもちょっと処理するのきついじゃないですか、やっぱデカさ的に、はあはあはあ、確かに。それ考えたら、まあ、その気流兵はもちろん PP 加速して早く出てくるからってついてるのもあるかもしれないんですけど、6でまあ99とか、まあ、11、11とか出てきて取られたらもう確かにどうすっかなってなるんじゃないかなって思うんですよね、はい、エルフなんか全体的にいい感じですよ。いい感じなんですか。いい感じですエルフ、うん、エルフが、はい、このユーエルも強いですよね。チョモスさん的にはどうですか。強い今効果見ましたけど強いな、確かに強いですね。これもう強いですよね、絶対、うん、だからやっぱいろんなデッキ組めそうですね、そのやっぱり冥府以外にもコンボが強くなったなっていうのも。そうですね、冥府以外にもなんか組んでみようかなってなるカードが結構多くて、うん、やりがいはありそうですよね。このリザっていうエルフの少女リザ、うんうん、これはどうでしょう、チョモスさん的に。めちゃくちゃ強いと思うんですけど、はい、冥府エルフにも入れたいんですけど、はいはいはい、枠がない。枠がない確かに確かに、なるほど、枠がないですよ、入れたい、ね、めちゃめちゃ強いんですけど、はい、でもこれ入れるとしたらリンゴン抜く感じですか。いや、ワンダーエルフと、そうですね、ベルエンジェルの枠を変える、なんとかの輝きにして、ですね、なんとかの輝きにしてはいはいはい、うーん、リザーどこに入れようって、リザーどこに入れよう、抜けるカードがないんですよね。なるほどなるほどなるほど。根源、根源、いや、まあ、根源はなんか別の枠ですね、もっと。なるほどなるほどなるほど、別のカードで補強して、うん、支援させたいみたいなカード、うん、これはなんか有利な状況をさらにこう有利というか固めていくカードなんで、ちょっと役割が違いますね。うん、大体強い、まあ大体強い、大体強い、大体強い、ティアも気になるしね。ティア入りそうですね、メイク。ちょっと重くないですか。ちょっと重いですね。大丈夫ですかね。まあ、7は使いますよね、うん、1-1-5 で。そうですね、能力はすごいことが書いてありますけど、うん、うん、本人もちっちゃいし微妙ですか。66か、6だとな、冥府への道で死んじゃうんだよな相手の6に先にやられちゃう。67とかだったらな、いいのにな。なるほどなるほどなるほど。続いていきましょう。続いてみんな大好きロイヤル、ロイヤル使いの桜井君からいやね、とりあえずこの死の教えですか、これこれ全部のロイヤルに3枚入るんじゃないですか。どうでしょう、とりあえず1コス1ドローなだけでなんかいいなってうん、はい、めっちゃ強いです。めっちゃ強いですよね。安定 しそうですよね。そうですよね、うん、なんか時効は絶対減ると思いますし、なんかこっち効果もあるし、例えばこれあのこれ相手につけると、あの、うん、例えばなんだろうな、あの4攻撃力4のフォロワーとかにこれつけて、あの、はい、そしたら椿圏内入るんですよ。ああ、これ相手につけて、あの椿で倒すっていう方法とかもあるんで、これかなり強いんじゃないかなっていうふうに。死の教え、はい、だこのレオニダスもやっぱ気になりますね。レオニダスコスト9ですけど、はい、このアミュレット強くないですか。33突進、はいはい、めちゃめちゃですね。これ1体だけなんですかね。全員もう出てくるやつですけど、全員だと思いますよ。これもうすごいことになるじゃないですか、それって。なんかロイヤルの限定のサタンみたいな感じですね、はい、もうこいつ倒したらもうゲーム終わっちゃうよみたいな、そろそろゲーム終わっちゃうよみたいな。はあ、突進といえばこのアレキサンダーもそうですよね、レジェンドカードの、はい、コスト8の、はい、普通、正直弱いですよね。どうですか、弱いこいつは弱いと思うんですけど、まあでもそのなんていうんですかね、まとめて倒すカードみたいなロイヤルにそんなに多くなかったんで、うんうん、ほぼなかったので、新しい軸ではありますよね。結構ゆっくりやっていこうみたいなロイヤルは、あーなるほど、入れれると思うんですけど、こいつもっとスタッツ大きくてもいいんじゃないかなって思った。スタッツは攻撃が6の体力が7ですね、まあ、やっぱ死の祝福とか結構ロイヤル困ってたんで、確かに確かに、まあ、その辺をこいつ1枚で全部倒して体力1残るっていうのは結構優秀っちゃ、まあ、優秀っちゃ優秀ですけど、うん、うん、8コストかみたいな。なるほど。あとねこれ強い、はい、ミラージュディフェンサー434守護434の守護これちょっと強くないですか
どうでしょう使いますこれなんか強そうだな、ちょっとなんか強そうだなって。4歳の仕事他にないですもんね、だってね。ないっすね、うん、ないっすね、確かに、うん、ゲーム環境ではいない、地味に良さそうだなって感じがありますね。今ね、4コスってやっぱプロフェンが最強で、はい、うん、まあ時点であれなんですよ、あのホワイトジェネラルとか、うん、はいはい、そうですね、やってきて、なんか、まあ、プロフェン引けなかった時これポンって出しとくのもありなんじゃない、5、6になるんでといった感じでロイヤル、はい、よろしいですか、はい、続いてみんな大好きドラゴン、ドラゴン使いの岩田さんここからね注目カードじゃあ言いましょうか、はい、まあ普通に生放送でも言われてたこの龍巫女の儀式、うんうんうん、これでなんか新しいドラゴンのね、デッキ出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、どうですかどうですか、なんか起きそうですよね、なんか起きそうですよね、うん、これドロー系一応ありますし、うん、まあ、そうなんか、うん、天翼とか、はい、冥府とかとか、はい、あと神竜とかね、あ、そうですね、神竜3ドローになるのかな、運命打っても手札倍になりますからね、そうですよね、それはもうかなりえぐいことなんでただ問題はその引いたカードどうしようかなっていうところなんですけど、うんうんうん、そこが解決できればこれはもう宇宙になる可能性があるあとはこのレジェンドの竜呼びの笛っていうね、はいはい、コスト3のアミュレットがあるんですけど、うんうん、自分のね、手札のコスト3以下のカードを全てヘルフレイムドラゴン4-3に変えると、うんうん、なんかこれ系がねなんかね多い、これ系というかね、なんかね、クイーンサーペントとか低スタッツのミドルスタッツぐらいのパン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 出すような、うんうんうん、系統のカード多いなって思ったんですよ。確かに超でかいのいないですね今回。そう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 、うん、パフニールみたいなでかいのがいないんで、なんかそっち系の横に並べていくのもドラゴン出てくるんじゃないかなと。何出しても2コスでなんかちょけられるって思うとやばいね。やだな。まあでも多分そのこいつがコスト3なんで4ターン目以降のカードとヘルフレイムドラゴンが戦うことになると思うんで、多分相打ちがほとんどなんですよ。なんで多分これで低い引いちゃったコストのカードで時間を稼いでなんかでかいのにつなげるみたいな使い方なんじゃないですかね。そうそう、覚醒状態じゃなきゃダメなんですよ、この効果発動するのが、はい、ふん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 、いや、そうですね。どうなんでしょうね、うん、ねえ、どうなんでしょうね。我々はもう妄想してますからね。ロイヤルとかはうざそう、これ使われてる、はいはい、ロイヤルはかなりきついですね、これやられると、はい、また ジークリートとかですかね、うん、うん、ジークリートはもうコスト4、3、3、うん、ただし、ファンファーレでダメージを受けている相手とフォロワー一体を破壊すると。このゲームなんか進化フォロワーって大体ダメージ受けてるから、うん、そうですね、絶対受けてるんで、はい、強いですね。で全然終盤でも、うん、例えばなんか1点食らったファフニールとかをベシッとやれるんで、うん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 、あ、まあピーヤと合わせて強いですよ。サタンズサーバントでダローが合わせてね、そうですね、倒すわけですから、ファイアリザードとかと合わせてみたいなんですね、うん、なんかドラゴンは全然今までと違ったような、違う感じだよね、うん、そうだよね、なんか中盤戦頑張りましょうみたいな雰囲気、うんうん、まあでもやっぱね、このオリビエをオリビエ入ってもどうなるかですよ。確かに、はい、といった感じで、じゃあ続いてヴァンパイアいきましょう。ヴァンピーでしょ、まあ、ブラッティ・メアリーはちょっともう置いといて、ヴァンピーです、ね、とりあえずヴァンピーちゃん、ヴァンピーです。これは普通に入る、入ります、3積み入ります、これはもう入る、うん、3積み入る、倒してくださいって書いてあるんで相手は倒さないといけないんですよ。そうです絶対倒されるんですけど、まあそのそこを強制させてるので、あのドラゴンの変化する術師したっけ、うん、あれとかと近い使用感になると思います。でも残ればもうむちゃくちゃすごいことになるんで、そうですね、次のターン多分まあ4点ぐらい取りますね。4点で済めばいいかなっていうレベルですね本当に、うん、そう、なんか最初やっぱアザゼル強いかなと思ったんですけど、アザゼルなんか、うん、もうこの追加カード見る限りなんかもうアザゼル出す前にぶん殴りまくった方が、もうアザゼル出す頃には多分、うん、相手の体力10以下になってるような感じのデッキの方が強そうだなって思って、うん、はいはいはい、ブラッディ・メアリーはなんかもう大変ですね、このカードね。
まあこれも倒してくださいって書いてある、はい、まあただ本人が重いんであんまりその他のカードのコンボとかは結構8、7とか8とか9の動きになっちゃうんで、うん、まあ、言うほど、うんうんうん、むちゃくちゃになるかと言われるとそんなことはない気がするんですけど、まあ、でもねバニラスタッツですからね、まあでもこの5ターン目にやっぱ倒さなきゃいけないのが出てくるのは結構厄介えぐいですね。あとこの1コストの事象のこのフォレストバットのやつ、これはなんか今までその 1コストで自分食らおうとすると、あの112のフォロワーしかいなかったんですよね、うん、うん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 、なんでこれがあるからなんか先行5ターン目とかに無理やりこう相手例えばロイヤルとかだったら11点のから止めてくるんですよ、うん、でそうですね、これでなんか出して、うん、で、裁きの裁き、うん、の悪魔、裁きの悪魔とかを出せやすくなったんじゃないかな、はい、復讐裁きとかを、そうですね、5ターン目とかなかったですからね、はい、なんか12点から裁きの悪魔を同行するとかいう動きなかったですからね。さあ、次行きましょう。じゃあネクロマンサーいろいろあるけど、めっちゃいろいろあるんですけど、めっちゃあるけど、これなんか3枚入れそうだなっていうのが、はい、この死の一線、これなんかそのすごいのが今までなかったんですけど、ネクロマンス選べるんですよね、使うか使わないか、うん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 、それが偉いで3コストで、今3コストの状況だったら、まあそのソウルハントとかソウルハントになるんですけど、うん、うん、でなんかまあ結局ネクロマンス4使えば確定状況なんですよね、うん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 、強くない？選択できるっていうのがね、はい、あとはハエの王、ハエですよねうん、桜井君がハエになるかこれは3積みっすよネクロマンサーの新たなフィニッシャー登場と書いてありますね、うん、とりあえず置いておくだけでどんどんフォロワーを増やしてアドバンテージを稼げる、相手は確実に処理しに来るはずなので、うん、攻めの起点として大きな役割を果たすと。これだって進化使わずに相手に進化使わせられそうじゃないですか、まず、うん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 、自分のターン開始時にいろいろ出しますね、ランダムに。必殺突進とドレイン疾走と守護だったと思うんですけど、うん、その3体をランダムに1体どれか出すっていうことですよね、うんうん、多分一番欲しいのは必殺なのかな、必殺突進なのかな、まあ、状況にはやると思うんですけど、うん、普通、うん、はい、状況の中は相手終わりですからね、まあ、終わりですね、はい、だからケリドウェンとかもまあまあ結構、はい、うんうんうん、えらいこと起きそうですよ、うん、これ普通に5ターン目でも強いですもんね、うん、5ターン目に出しても強いし、はい、まあ、終盤に引いても強いし、うんうん、結構いつ引いても強い系のカードなんで、ね、一番最大はモルディカイとか出てきたらもうすごいことですからね確かにそうか、はい、じゃあ続いてウィッチ、ウィッチはマジで注目のカード、デュアルウィッチレミラミっていうね、コスト4のフォロワー、うんうんうん、かわいい、これね、ウィッチって今までマーリンしかコスト4体ってなんかカードとしてなかったと思うんですけど、うん、こいつ入るんじゃないかなと思ってます今。確かに4でイン出てて進化でこの動き強いですね。そう、5、6と33出てくるの強いですね。どうです、チョモス？強いと思います大先生。マーリンに代わるその秘術系のデッキにはこいつになるんじゃないかなと思うんですけど、結構超越系のデッキでも実験開始は入れたりするんで、はい、早やそっちにも入るレベルで強いと思います。おお、レミラミかなりがっつり守れますからね。ただ本当土の秘術がないと本当ただのゴリアテになっちゃうんで、ゴリアテって久しぶりに聞きましたこれ入れる場合はさすがに結構その1、特に1、2、3コストで土の秘術、土の印を出すカード、うん、まあ、いっぱい入れないとやっぱゴリアテは弱いのではいはい、はい、そこはちょっとデッキはいじる必要あるかなと思いますけど、あとはやっぱりこのレジェンドのパメラじゃないですか。パメラどうなるんですかねこれ、生き残れば自分の他のフォロワーの攻撃力と体力が倍になる。生き残りませんえあ、でも一旦そのターンにも倍にするんですよね、出てきたターンにも。でもターン終了時ですから、うんうん、確かに確かに確かに、まあ、でも全員倍になった状態で返すんですよね相手のターン。そうそうですよね、倍になった状態で相手にターン戻すんで、うん、これだから早くなると思います、超越とかのフィニッシュが。フレームデストロイヤーとか、うん、うん、ポンってもう
3コス4コス置いてこいつとかどうすか。フレイムデストロイヤー2体出した方がよくないですか。じゃあちょっとそうやって僕のことを言うなら、ね、トモスさん言ってくださいよ。そうっすね、まあ破砕の禁樹は、うん、はいですよね。まあこれですよね、絶対入りますよね、これ。アルケミック・クロアだとちょっと足りなかったんですよね、いろいろと。遅いし足りないみたいな、4点じゃないしみたいなところがあったんですけど、うんうん、まあ、こっち5以下でしかも消滅で6コスト、うん、全部嬉しい。、うん、これはね、はい、これは入るわ。偉いですね、これ。あと、はい、そう、この白つ、これ白下ですか、白下の風、これも多分入ってくると思いますよ。超越デッキとかは、そうか、はい、スペルブーストで、戻す相手のフォロワーの体力をプラス1していってスノーバーの数も増えると。はい、5コストでまあ5体スノーマンを出して、うん、で体力5以下の相手のフォロワーを1体戻すってことは、相手の体力5以下ってまあ5コスとか6コスじゃないですか、うんうんうん、戻してスノーマン5体出してるっていうのは結構すごいことですよ、1枚で。そんな複数枚入れるカードじゃないんですけど、1枚入れておいてなんかすげえことになったみたいなシーンは結構ありそう、うんうん、なるほど、あ、まあ、逆転の目にもなり得る。、うん、これは強いと思います。じゃあ最後、はい、ビショップ、このニコスのカウント結構好きですね。ホーリーファルコンって認知のやつですよね。認知失踪ですね。認知失踪のやつですよね。認知失踪と44のトラさんが出てくるということですね。このかぐやのここなんかのトークンがちょっとまだ分かんなくて、かぐや、うん、歌方の月を一つ出してるんですけど、はい、これもしかしたらすげえやつかもしれないですよ。あ、そうっすね、20点とか書いてあるかもしれない。相手に20点とか。うん、ガルラでしょ、ガルラ、ガルラでしょ。リーダースキンがついに、うんうん、バンピーちゃんも入り、セルベンも入り、ガルラも入った。ガルラと3コストの高で9コス進化で発展っすよ、うん、強くないっすか。はい。なんかでもこういうカード欲しかったですよ、うん、なんかその1枚のカウントをがっつり進めてフォロワーも出てくるみたいなカードなかったんで、普通にリーダーに3点出ますから。そうですよね、相手リーダーに3ダメージ、うん、そうだって、これはカーストソルジャーより強い。で結構割と真面目に強くて、多分中盤でゴリッといけるようなビショップは組めるんじゃないかな、このカードのおかげで。結構その顔を先に削り切る系の、まあ、今まではその、はい、例えば横サタンじゃないですけど、そういう系じゃない全く違った形のデッキってことですね。そうですね、もっとオラついていくような、はい、カウントとかで攻めていく。こいつは冥府への道に 間に合う可能性があるので、こいつは、こいつはちょっと注目ですね、一番。うん、指定士はやっぱり冥府に間に合わないっていうのがあるんですかね。指定士は、そうっすね、これちょっと、はい、何枚入れます、デッキに入れるとして。2じゃないですか。これ2入れてこれ2枚引いたら結構、まあ、この世の終わりじゃないですか。2個置けばいいんじゃないですか。2回ゲームに勝利しても意味ないし、はい、で1枚じゃないですかとすると、はい、だとするとこれ中心にデッキを組むってなるとやっぱちょっと難しくて、そうですね、引かなかった時じゃあどうすんのっていうところがあって、うん、そのジレンマが結構きついですよね、うん、効果は強いんですけど、これやっぱハッター目に置けるかって言ったらなかなか置けないですよね。ハッター目何もしないのと一緒ですから、ね、そうですね、うんうん、パスするのと一緒なんで、うん、結構難しいですよね。いや、むずいですね、うん、まあ、例えばこれを置いて次のターンになんかその木高き3連打とかしたら、はい、9ターン目に勝てるんですけど、揃わないですよね、なんか、まあ、揃えるのも大変だし8ターン目パスするのも大変だし、結構ハードルは高いですよね。これはやっぱデッキ構築の天才がいないと使いづらいかなっていうのは、まあ、新しいビショップの形、ね、でもサタンよりは多分早いと思うんで、その辺も終わらせるターンがサタンの枠、なんかアミュレットで頑張って守ろうみたいなデッキで、うん、サタンの枠にこれを入れるみたいなのはありあるかもしれない。うーん、うん、
じゃあなんか66守護とかが立ってる状態でこれが出せるって感じですかね。ですね、はい、なんかもうそれこそ10ターン目にこいつ置いて、はい、なんか2コストのカードで動いてごまかしつつみたいな。ああ、なるほどなるほど。8ターン目に置くのはちょっと多分無理っすね。10ターン目にこれと、うん、あのスネークプリスト置いてじゃあ審査はで次手ミス打ってみたいな。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあ全部通して一番の注目カード、はい、じゃあお二人から1枚ずつ最後いって、俺はオリビエって先に言っておきますね。オリビエ、僕なんとかの輝きっす。結局最後まで読めなかったですね。結局最後までわからない。なんとかの輝き。ハエかな。ハエ。ハエ好きっすね。単純に。はいはいはい。ハエ。超パワー、超絶パワーカードかって言ったらそんなわけでもないかもしれないですけど、パワーカード。まあぶっ壊れではないと思うんですけど。はい。パワーカードだと思います。でもこれ2ピックとかでハエの方出てきたら大変なことですよ。もうです、ね、ほぼ勝ちですよ。確かに、うん、出すだけで勝てます。本当に除去れないですもんね、はい、守護とか出てきちゃったらもうハエの方倒せないんで。そっか、もうそしたらもうバンバカ湧いてきてゲーム終わりだ、うわーっつって。はい、というわけでじゃあこの辺ですかね。はい、はい、じゃあちょっとね相当時間もいってしまったんですけど、はい、まあこれ我々のねあくまで、追加される配信前に妄想をして考察している段階ですので、はい、まあ、実際実装されたらね、まあ、どのような研究が進んで、はい、どのようなデッキが流行ってくるか。これで視点子とか爆発するのかもしれない。全くね、皆目、ね、検討もつきませんので全然外れててもそれはそれで楽しみですけど、はい、そうですね、なのでちょっと9月30日の配信まで、まあ、こちらの動画見ていろいろ妄想して楽しんでください。はい、はい、長い間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。切っちゃおうかな、もう。さよなら。